僕が来たのは10年前、2012年にこのクラブに来ました。ホーム再生者です。契約金の金が関税移籍という形になってない状況ではありましたが、この素晴らしい雰囲気の中で残留すると発言して10年が経ちました。ここで過ごした10年間、僕にとって素晴らしい濃い時間がありました。これまでこのクラブを引っ張ってきた素晴らしい先輩方、素晴らしい指導者、たくさんの方のサポートとバトルの中でここまで成長することができました。ただ選手やスタッフの力だけでここまで来れたと思ってません。今日集まりの方、そしてテレビを通して見てくださっている方々、恨みかけがある全ての方々のおかげで今こうして皆さんの前に話せると思ってます。ありがとうございます。子供の頃から週末の試合が楽しみでここまで来ましたが、こんなにも今日という週末が楽しみではない、来てほしくない、そんな日は初めてです。来シーズン、僕はもうこのエンブレムを着て11月5日にクラブの方から契約をしないと言われた時から、今まで正解を導き出すことが今までうまく出せてません。サッカーを続けるか引退するか、それもまだ決めてません。もう少ししっかりと考えて、どこのチームでプレーするか、どこのチームが僕を必要とするか、しっかりと考えて決めたいと思います。ここでサポーターの皆さんにお願いがあります。このコロナ禍で去年と今年声が出せない状況の中でも、たくさん僕たちの後押しをしてくださいました。僕の後ろにいる選手たち、特に若い選手たちは皆さんのWe are the warrior、 歌い裏を愛するなど、たくさんの歌や後押しをまだ見ていません。
苦しい状況下にぜひ熱い投資よろしくお願いします。そして僕が大好きな勝った後に歌う We are the world、 西川選手中心に来シーズンも引き続きやってください。選手たち、僕はテレビで皆さんの表情、スタジアムの雰囲気を見てトークで食べます。必ずこのスタジアムに皆さんの前にどんな形になるか分かりませんが戻ってきたいと思います。皆さん10年間ありがとうございました。では最後に。